コディアムをくぼいカピは、姫ウラボ星カのシダの一種。ごく小さく、苔に紛れるようにして生える。常緑性の双本。根茎は短く、斜めに立ち、数枚の葉を束にして出す。葉は大抵渡れる。茎と葉の基部にある輪辺は、褐色、膜質でやや硬く、肥心型で、円は、滑らか、先端に向けて、次第に細くなる。長さは2ミリメートル、幅は、 基部でミルメート刃は日本では大きくても1 5トル、時に2 0トルを超えるものもあったヨシだが、現在の日本ではもっと小さいものばかりである。中には、長さ1トルで、胞子の能群をつける刃もある。ただし、国外では2 5トルにまでなる。おおむね、南へ行くほど大きくなる傾向がある。傭兵は短くて、 褐色を帯び、2ト、mm、ルほどの毛をつける。陽芯は強皮芯型から線形で、右上に深く裂け、先端に向かって幅が狭くなる。側方に出る裂片は長大円型で、先端は丸い形から尖るものまであり、円に虚子はない。大きい裂片で、長さ3から6ト、mm、ル、幅2から4ト、mm、ル。陽芯は、表裏両面に赤葛色の硬い毛が立つように生える。 葉脈は外からは見えにくい。側脈は右辺に一本だけで、その中で分子することは少ない。方射能群は楕円型で、右辺の基部近くに一つずつ配置する。葉全体で見れば、中心を通る主脈の両側に一列に並ぶ形である。方射能は無毛。大久保ダには多くの別名がある。標準和名である大久保ナは、 明治時代の植物学者である大久保三郎にちなむ。ただし最初に採集したのは彼ではなく、1877年頃に東京博物局員であった小野常山さらが和歌山県で採集し、これに苔ダと名付けた。その後、東京大学の大久保がこれを箱根山で採集し、この名が生まれたという。シダは小さくて、一見苔のようだとの命名である。 他に別名として、ムカデシダ、ヒメコシダ、南京コシダ、洋楽シダがある。ムカデシダについてはその葉の形をムカデに見立てたものである。中国での名は、ソヨウワラビである。日本では、本州の関東伊勢、四国、九州に産する。国外では、台湾に分布するほか、海南島からも知られている。マキノは、北限として、茨城県筑波山。 群馬県春名山の名を挙げている。三田は岩手県を早まいなんとしている。山地の森林内に生育する。山地の樹幹や岩の上に着生する。北のものほど小型で、岩の上に生じるものが多く、南のものほど大型で、ほとんどが樹幹に着生する。いずれも苔の間に付着している。同族では日本にあるのは本種だけである。 ただし、禁煙属の切れ葉奥星ダクティーノプタース、坂口アナは本種によく似ている。外見的な違いとしては、名の通り、右辺が新列ではなく前列、つまり個々の右辺が主脈までの切れ込みで区分されることである。また一つの右辺に複数の法子農群がつく。これらが所属する、姫浦星かのものはさらに数種が日本にはあるが、外見的にはかなり異なる。 ちなみに、熱帯域に分布の中心を持つ、この都ガの中で、本州は最も北に分布する種である。環境省のレッドリストでは特に取り上げてはいないが、都道府県別では非常の多くの場所で指定を受けている。中でも絶滅危惧愛類に指定している県が14、ある。各地で減少しているとされ、その理由として、環境悪化や道路整備などによる生育地の破壊が挙げられている。 また、演芸目的の最終圧は著しいと考えられる。岩月編でも、見つかると取られてしまうと書き、小型のものしか見ないのもそのためであるとする。さらに、環境の破壊に研究しつつもその上で、片端から取られるのでは、早晩絶滅する懸念があると述べている。ちなみに栽培そのものは、非常に難しく、数年持てば良い型であるとのこと。以下、記載は、 主として、岩月編、P281 巻の P55、パリス、鈴木、P8 岩月編、P281 巻の P55 岩月編、P281 田川によると高山とのこ岩月編、P281 岩月編、P281 田川、P167、パリス、鈴木、P8 岩月編、 P281 から281ミツタ、P93 それでも栽培したがるものはどう立たないらしい。2014年8月26日現在、Google で大久保志田を検索すると、キーワード候補として栽培が出てくる。ありがとうございます。